背番号4番水本弘樹です。僕のことをまだまだ知らない人もたくさんいると思いますけども、シーズン通じて、分かってもらえればいいと思いますし、たくさんのことを僕に教えていただきたいなと思います。スタジアムでは、町田ゼルビアのサポートよろしくお願いします。このチームが一つでも二つでもレベルアップできるように、僕の力をやっぱり、チームに還元したいと思いますし、ピッチ内はもちろんですけども、ピッチ外の部分でも、たくさんの、選手の成長を助けれるような、仕事ができればなと思っています。キャンプだったり通じて、たくさんのコミュニケーションを取って、みんなのパーソナリティの部分だったり、自分のことをしてもらうのももちろんですけども、そういった部分で、チームにとって、いい方向に向かっていけるようにやっていきたいと思ってます。全体的にやっぱ素晴らしい選手たちがいるので、とにかく全ての選手とチームの目標、そういったものを踏まえた上でいい方向に向かっていければいいと思いますし、1年が素晴らしい1年だったと思えるような1年にしたいなと思ってます。こちらのチーム、または街の印象はいかがでしょうか？チームとしては、対戦したことはないですし、ただこれから大きく発展していくクラブというビジョンのもと、僕の力を必要としてくれたので、そういった部分に関してはすごく嬉しいですし、感謝してますし、町田という町に関しては、まだまだ知らないことだらけなので、時間をかけて、知りたいなと思ってますし、サポーターの方にも教えていただけたらなと思ってます。趣味とかマイブームを聞いてるんですけど、今何かありますか？趣味というか、試合で、アウェーの試合に行った時に、知らない街を散策というか散歩して、その街のを散歩するのは、楽しみというか、やってます。今まで J1 でいろんな、チーム街に行ってきましたけども、実は僕自身初めてなので、初めて行く場所がたくさんあるので、そういったところで楽しみにもしてますし、アウェーでも、もちろんたくさんの勝利を勝ち取りたいなと今は思ってます。